はい、皆さんこんばんは、大塩でございます。アーカンなき人生やっていきましょう。で、今日はね、はい、もう目の前に見えてると思うんだけど、はい、あいつアルファカルノタウルス、はい、あいつをね、今日ちょっとテイム挑戦しようかなって思います。なんかさ、表記が日本語表記なんだけどさ、まあ、テイムできるタイプだよね。あの、なんか目が赤く光ってるから多分アンナキジェニス型でしょう。ただ一つ問題があるんですよ、ここら辺。なんと このすぐ崖下にね、あのドレイクがおるんすわ。あのポイズンドレイクがね、いるんだよね、このすぐ崖下に。見えるかな、地味に羽音聞こえてると思うんだけどさ、多分あの辺り、あの辺りかな、確かあの辺りにちょっとね、ポイズンドレイクの555レベってのがいて、まあ、ピンチなわけですわ。はい、なんとなく羽音聞こえてないかな、聞こえないか、この状況じゃ。まあそんなわけでね、かなり危険なんで、まあ、ちょっとね、うん、まあやばい状況と。で、ちょっとね、まあ、手順としてなんだけど、まずね、ここから引き剥がして海岸の辺りまでちょっとおびき寄せようかなと。うん、どのぐらいの破壊力を秘めてるかもわかんないけど、とりあえずまずはこっち側から引き剥がそうかなと。この辺あれ普通のさ、ほら、ハイか下がいてっかで、ね、カルノタウルスいるから、普通のカルノタウルス。だから、ほら、あ、いたいた、ほらほらほら、あそこだ、あそこ。とりあえずね、もう、あ、いたわ、ほら。だから、ちょっと、もう、誘導しちゃおうかなと。あ、来てる来てる来てる、よし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 。どのぐらいダメージを食らってるんだろう。180、オッケー。オッケー、大丈夫大丈夫。あのアルファギガルドみたいになんかその何万とか一気に叩き出さないってことだけは分かったから、それはよし。オッケーオッケーオッケー、いいよ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 、いいとこに来たよあんた。オッケー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 、この辺りだったらまあいいだろう。とりあえずどうかな、あの辺りでちょっと遊んでてくれるといいんだけど。よし、さて、手順としては、はい、これだね、金属の土台、こいつ使って、もう、そのまま、もう、やるっていう、まあ、いかに、もう、順当なカルノタウルスのテイム方法だね。原則に習ってます。はい。とりあえずね、前回のね、アンキロとかと違って、もう、あの、見失ってない状態だから、手早くやりたいね。よし。で、次。いや、あの、あ、ちなみに、金属、ちなみに、アルファは金属だったら破壊できないはず。よし。誘導しますか。オッケー、誘導しましょう。どこまで行っちゃった？味方いたわ、お前。近いところにいてくれたわ。さあ、来いよ。来いよ。オッケー、来たか。早い。早い。この脅威のスピード。この脅威のスピードです。オッケー、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 オッケー。なんだ、なんだと？なんだと？うおー、抜けていきやった。なんかでもパラサウロロスを倒すのにちょっと時間かかってるところを見ると、なんかそんなに火力はないかもしれない、もしかしたら。オッケー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 。え、待って、スタックした、待って、スタックした、やばいやばいやばい、しまった、スタックした、スタックした、スタックした、抜けろ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 、待ってくれ、抜けろ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 、嘘だろ、マジかよ、ちょっと待ってくれ、クソ、脱出、あー、アルゲイちゃん、チクショー、クソ、やりやがったな、あの野郎、マジか、クソ、やりやがった、あの野郎、必ずテイムしてやるからな、お前、来いよ、よし、来た、アルゲイちゃん、うわー、ごめんよ、ほんと、うわ、俺のせいだ、これは、これは完全に俺のせい、うわー、ごめんよ、マジで、任せろ、任せろ、任せろ、敵は必ず取ってやるからな、敵っていうか、必ず お前の意志は継いでやる。待って、抜けないよね、なんか抜けそうだな、抜けた場合、あのプテラノドン、あの積載量がちょっと、ちょっと待って、あのもう一段高くしよう、もう一段、あのもう一段高くしよう、
やばいな、ちょっと待って、これはさすがに一回、こっちが、さすがに一回さ、ちょっとここで、あれだ、ここで一回アイテム全部落とすやん。OK、これで全部落とすやん。さすがに、ここから撃つのは危険でしょ。さすがにここから撃つのは危険でしょ。で、これでこうやって回収して、行くべ。犠牲はね、アルゲンちゃんだけで十分。犠牲は、もう十分払った。あの子だけで十分だ。もうこれ以上誰も死ぬことはない。で、一応ね、今回もね、セレスティアルライフルにアンナギポイズンアロー、ダート装備してきてるわ。多分いけるはず。よし、行くぜ。初のアルファシュテイム。行くぜ。さあ、どうか。やばい、緊張するな。もし足りなかったとしても、ポイズンプテラちゃんがいる。ポイズンプテラちゃんがいるから、なんとかなる。やばい、もやもやしちゃって全然見えねえんだけど。もやもやしちゃって見えない。こっから撃つのいいな。こっから撃つのすごいいいな。やばい、もやもやしちゃって見えないんだけど、これ。そういやさ、思ったんだけどさ、あのポイズンアローさ、ポイズンアローじゃない、ポイズンダートってさ、緑色っぽいんだよね。なんかあの弓の弓ってか、ほらほら、麻酔のさ、あの羽の部分、羽ってか毛の部分がさ、緑色なんよね。普通の麻酔弾だとさ、赤やん。そういうところで差別化されてんのかな。さて、現状今 10発撃ったわけだな。あんまヘッドショット意味ないと思うけども、ヘッドショットにあんまり意味はないとは思うが、まあ一応決めるときはヘッドショットの方がいいだろう。え、あ、寝たよ。早っ。マジ。ちょっと待って、あ、待てごめん、ちょっと待って、待て、気絶値の減りはどんな感じよ。あっと今ヘッドるやんけ。よし、まず落ち着け、まず麻酔薬を100個ぐらいブワーって飲ませるんだよ。飲ませるべ、グオーって飲ませるべ。で、さらにここにあれだ、アンキロサウルスのキブル。アルファカルノタウルスとアンキロサウルスじゃないや、カルノタウルスはアンキロサウルスのキブルのはず。え？あれ？あれ？アンキロサウルスのキブルのはずですよね、あなた。あれ？あれ？ちょっと待って。え、ちょっと待って。え、嘘だろ？え、カルノタウルスってアンキロサウルスのキブルのはずだろ？え、マジでぐんぐんテーマ効果下がってんだけど。え、ちょっと、てか足りなくね、これ。これ足りなくね。え、ちょっと待って、マジ。え、太陽キブルでもこれダメなの。あ、足りないわ。あ、足りない。マジで言ってる？足りねえわ。ちょっと待って、待った、もう100個ぐらい伸ばしといて、もう100個ぐらい伸ばそう。で、ちょっと待って、え、待って、肉は食わないよね、さすがに食わないよね。ちょっと待って、ちょっと一回もうちょっと調べよう。はい、調べてきたけどね、やっぱりね、旧キブルシステムだとアンキロサウルスのキブルだわ。いや、待って、テイム効果がめちゃくちゃ下がってる。待ってくれ。マジ。え、太陽キブルというものがもしかして存在してない可能性が出てきたぞ、これ。そんなことある？いや、もうてか、嘆いてる場合じゃねえよな。嘆いてる場合じゃねえよ。これ帰らないと一回。ちょっと待って、どうしようこれ。一回起こす、これ。一回起こすか、これは。ちょっと待った。一回起こすっていうことを前提にして、ちょっと待って。待って、荷物ってさ、あれ、荷物ってどんなもんまで持つっけ？全部ここにボロンと落としたとして。ここにボロンと落としたとして、荷物ってどんだけ持つ？あ、全然持たねえよ。あ、そうだ、あれだ。ここに収納ボックスを作ろう。収納ボックスを作って、OK、ここに収納ボックスを作ろう。さすが、ここに全部置けるわ。よし。U ターン。とりあえず家に備蓄してあった金属鉱石で作れるだけのアンキロサウルスのキブルを作って、
はい、あと他はこの間使い損ねたあの他のキーブルたちも持ってきました。はい、もうなんかエクスティンクションコア入れてた時代にさ、あれだよ、あの NPC からパクったなんか高級なキーブルも持ってきたわ。もうあ、まだ寝てるぞ、まだ寝てるわ。しかしテイム値がだいぶ下がったんじゃないか、ってかもうゼロやん。下がったとこの話じゃねえよ、俺ゼロやこれ。あー、気絶値上がってるね。さすがに今ここにキブルを1個放り込んでもさすがに、うん、変わんないよね。これ一回起こすか、これ一回起こそう。おお、起きた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 。オッケーオッケーオッケー、よし、じゃあもう一回眠らせにかかりますか。さてと、さっきのさ、あんなきポイズンアローじゃなくて、あ、ちょっと待てよ、これちょっと普通のライフル の弾撃ってみようか。いや出そうだな、おい、マジでマジで出そうだな。ちょっと待って、あの50発以上打ち込んでるんだけどさあの全然寝る気しないんですけど、ちょっと待った、これはあれか、もうポイズンアローに変えるか、やっぱ待って、あれどこしまったっけ、あんだけ、あ、こっちか。まあ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 、だいぶあれだね、麻酔弾効果弱いようで、このポイズンアローが強すぎるんだな。ポイズンダートか、オッケーオッケー、寝た寝た寝た。いや強えな、ポイズンだとやっぱり、やばいやばい、気絶値鬼のように減っとるやんけ。とりあえずまたあれだな、100個ぐらい食わすか。とりあえずまず100個ぐらい食わそう、うん、とりあえず100個ぐらい食わしといて、はい、オッケー、でよし、じゃあ次もう一回あれだね、アンキロサウルスのキブルをもうなんかもう全部投入しようぜ、これも全部投入していこうぜ。これさて、テイムボーナスもなんか 80% ぐらいまで下がってきてるけれども、あともうちょい、あともうちょい、あともうちょい、あと一髪来たー、やったー、よっしゃ、ついにアルファッシュをテイムしたぞ。おお、よろしく、うわ、かっこいいって怖い、やっぱよしよし、オッケーオッケーオッケー、じゃあ帰りましょう、帰りましょう。とりあえずさ、肉食うかな、肉食って食料値、あ、大丈夫大丈夫、上がってる上がってる、うん、オッケーオッケー、よかった、キブルじゃないとあの食料値が回復しないとか、そういう鬼畜仕様じゃないことは確かだった。よかったよかった。じゃあいいや、ちょっとプテラノドに持たせてた肉を大量に持たせてあげよう。さて、じゃあ帰りながら、こいつの威力というものをちょっと見ていこうじゃないですか。まあテイムボーナスはだいぶ下がってるけど、まあ大丈夫でしょう。おっと、おー、お、589のダメージ、なるほど、あー、雑巾みたいになっちゃった。さて戻ってきましたよ。さてじゃあ早速サドルとかをつけてきてあげたいんだけど、あれだね、ちょっとあれ、攻撃力が737の体力が34000か、桁違いだね、カルノタイルスでこれなら、うん、これはすごいぞ。ちょっと体力と振って、攻撃力振ってみよっか。よし、まあ順当にカルノタイルスの育成方法で問題なさそうだな。うん、ではあれだね、一応ちゃんと性別あるね、男の子だ、よかった、性別ちゃんとあって、で、ブリーディングできないとかなったらちょっと怖いもんね。待って、そうだ、ブリーディングで思い出した、お前らちょっと待ってくれ、ごめんなさい、そうだよそうだよ、この子たち、オッケー、両方とも成功だね。今成熟入りが 50% でプテラは大丈夫、60% の6、あ、アンキロがギリギリになりそうだ、やばい、アンキロがマジでちょっとあれだな、90何%で止まるかもしれん、いやーマジか、
いやいや、 やっぱあれだな、ブリーディング中そんなタイソンに離れるようなもんじゃないな。いやでもこれはチャンス逃せなかったでしょ、さすがに。まあいいや、とりあえずサドルを作っていきましょう。アルファーシュはね、ちゃんとこんな感じでね、専用のサドルというものがあるんですよ。よいしょ。さて、じゃあ作っていきますか。で、こっちのあんなきワークベンチでね、作っていくんだね。作れるかな。うわ、黒曜石足りないんじゃないこれ。ちょっととりあえず川はまあ足りるとして、黒曜石が足りないな、絶対。あ、よかった。備蓄結構あったわ。よかった、よかった。よーし、サドル作ってきました。ちなみにね、あの、アルファサドルのデフォルトはね、防御力 50% なんだよね。オッケー。よし、ついに来たぜ、この時が。なんかバランス悪くない？大丈夫？ついに来たな、この時が。このアルファーシュに乗るというね、ついにこの時が来た。やっぱ早すぎ。早すぎ、これ。早い、早い。やべえ、ちょっと待って待って、あの早すぎ。早すぎる。ちょっと待って待って、大丈夫大丈夫、俺視点ずらすとなんか大変なことになってんだけど。早すぎる。まあちょっとあれか、攻撃とかしに行ってみますか。いやー、向こう側にあるエンシェント倒せる、エンシェントラプト倒せれば、それはそれで熱いんだけど、まあ、さすがに無理だろ、一匹だし。872！ 何？アリンコか。な、え、あれ？逃げてる。え、ちょっと待って、トリケラトプスが逃げてる。え、どういうこと？ちょっと待って、え？またこっちのトリケラトプスはどうだ？えいやー、おらら、何だったんだ一体、さっきのやつは何だったんだ一体。872ですって。この圧倒的な火力、そしてこのスピード、アルファーシュにふさわしいでしょこれ。いや来たな、とう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 ここまで来たぞ俺は。本当にさ、なんかさ、なんか心持ちさ、前のめりすぎないこの子。なんか埋まってってない、どん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 。大丈夫これ。はい、というわけで今回はね、無事ね、初めてのアルファ種アルファカルノタウルスをテイムすることができました。いやー、よかったー。まあなんかちょっとトラブルもいっぱいあったけどね。だから鉱物キブルないんだね、なんか。だってアンキロサウルス本来鉱物のはずのキブルさ、あげてもさ、あれだったってことは鉱物キブルないんだね。うん、それがちょっと残念だな。これあれかな、空色キブルとかあげてみたらどうかな。あの一番高級なキブル、あれあげたら実はちょっと進みが早いとか、そんなのあったりするかな。なんかあの空色の一番高級なキブルは今この現状のキブルワークシステムだと、なんかどのキブルにも代用できるみたいなこと聞いたんだけど、どうなんだろう。まあなんだろうな、現行キブルワークとあの昔のキブルワークがなんか微妙な感じで融合しちゃってるんだろうね、なんかこう見た感じ。うん、だからテイムボーナスクソ下がったけど、まあ何にせよテイムできてよかったよ本当にね。本当初めてのアルファーシュだからね、なんとかなってよかったわ。ただ、押村君、アルゲンちゃんが死んじゃったことだな。俺、あの子結構愛着湧いてたんだよね。ずっといたアルゲンだからさ、初期の方から。いや、あの子を失ったのがマジで痛かった。はあ、いやー、まあ、それ以外はまあ、巨大テントしますか。はい。というわけでね、これからこのアルファカルノ君をよろしくお願いします。というわけで、今回ここまでですね。ご視聴ありがとうございました。では、さよなら。